ディフェンスの要カッシューズンが中国代表に復帰、フォワードの長島磯貝も怪我で欠場して苦戦が予想されたパナソニックガンバ、試合開始早々10番マルキーニョを中心としたインテルナショナルの分厚い攻めに翻弄されてピンチが続きます。そしてついに前半9分、マウリシオからのセンタリングを9番ジェルソンがヘディングで決めてインテルが1点を先制しました。しかし18分、ランジェ・ミューレルと渡ったボールをミノベがシュート。ガンバが少ないチャンスを確実に生かして同点に追いつきました。前半終了間際インテルは縦パス1本からチャンスを作り、ジェルソンがこの日2点目のゴールを決めて2対1と再びリードします。後半に入って動きの良くなったガンバは17分、ランジェ、平野、松山と細かいパスをつなぎ、最後は平野がシュート。このファインゴールで再び同点。さらにその直後、ガンバは相手の反則でゴール真正面、絶好のポジションのフリーキックを得ます。ランジェがゴールを直接狙いましたが、ゴールキーパーアンドレの攻守に阻まれて惜しくも逆転のチャンスを逃しました。逆にインテルは5分後、ゴール前に落としたボールをジェルソンがハットトリック達成のゴールを落ち着いて決めて3対2。インテルはこの後さらに2点を加え、ブラジルの名門の貫禄を見せて5対2でガンバを下しました。